マーケットキングは、ジョージア州、メイコン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはパンター。NCWA 一部校ではなく、ホートバレー州立大学でプレーした。4年時の2011年には、平均43ヤードを蹴り、21回のパントを、敵陣20ヤードに蹴り込む活躍を見せ、カンハレンスのファーストチーム及び、大学の MVP に選ばれた。 ベスンクック大学戦では80ヤードのパントを蹴った。2017年シーズン、ワシントン・レッドスキンズ戦にて、右はダスティン・ホプキンス2012年の NFL ドラフト終了後、ベテランのシェーン・レクラーの代役候補として、オークランド・レーダースと3年契約を結んだ。トレーニングキャンプでは、負傷したレックラーの代わりにパントスナップのほとんどを受けた。 プレシーズン終盤の試合で負傷し、2012年シーズンは故障者リストで過ごした。2013年、レックラーがフリーエージェントとなり、ヒューストンテキサンズへ去ると、ベテランのクリス・クルーエとポジションを争った。プレシーズンゲーム終了とともに、クルーエに勝利し、ポジションを獲得した。第10週のニューヨークジャイアンツ戦ではパントをブロックされ、リターン TD を許した。 2015年、83回のパントを蹴り、敵陣20ヤード以内に、レーダース記録となる40回蹴り込んだ。2016年2月29日、5年1650万ドルで、レーダースと契約を結んだ。2018年3月、レーダースを退団。翌4月、同地クライバルのデンバーブロンコスに加入。10月8日に、リリースされた。 2019年11月に新興リーグ XFL のセントルイスバトルホークスにドラフト指名されるもリーグ戦が途中で打ち切りとなった。ありがとうございます。